ちこっち、やっと来たね。あれ、なんかちっこいのを拾ったって聞いたけど、どこ？わからない。お、温根から出てきた。いい匂い。北楽野原の時も今みたいにこうビュッて出たってこと？はい、あの時残像と戦っている最中に彫像から感じた強い力の揺らぎ、対峙した2つの力が衝突し、激しい振動の後負けた一方が消えてゆく、そんな風に感じました。ですが紀炎将軍と漂白者さんと合流し、ようやく分かりました。漂白者さんの体から姿を現したこの子が溢れる名式の力を防いだ、いえ飲み込んでしまったのです。その後体が心配だったこともあり、私たちは漂白者さんを連れてすぐに研究院へ向かい、白紙を訪ねました。検査の結果分かったのは、この子こそが漂白者さんの体内にある空間、あるいは生物だったということ。ですがこの子の周波数は残像を構成する残響と近く、どちらかというとデータドックに変えられた音階と似ています。でもその宿主はデバイスではなく漂白者さんです。漂白者さんから離れることができない、一人で行動することができない、つまりこの子は漂白者さん専用音階と考えられます。白紙が出した結論はここまでです。周波数エナジーを吸収したのはあなた自身なのか、それともこの子なのか、それとも両者の力が合わさった結果なのか、それに対して白紙はこのように解析しています。漂白者さんの体内に無感者と同源、かつそれ以上に強い力が存在していることが分かりました。おそらく北楽野原で倒したあの残像の力です。この子が吸収したはずの力がなぜか漂白者さんの中にあり、混ざり合っている。つまりこの子と漂白者さんは恩害と宿主の関係だけでなく共存の関係にあります。そうですね、漂白者さんとこの子は別の存在なのですが、もう一方の影響を受けることがあります。体力や体調に左右されたり、相手と近い、もしくは同様の感性を持つといった具合にです。つまり片方が強くなるともう一方はそれ相応に強くなる、でも片方が傷ついたらもう一方がその痛みを感じる可能性もあります。幸いこの子は単独で活動できません。攻撃を受けることはまずないでしょう。万が一誰かに狙われても漂白者さんの体に入って身を隠すこともできます。こんなものだったかな。白紙、召集に現れたソノラに言ってしまって、本当は彼女の口から直接お話しするべきだったのですが、私が代わりに説明させていただきました。待て待て待て、情報量多すぎ。つまりこのちっこいのが一緒に面識を倒したってこと？本当かな。こんなちっこいののどこにあんなデカブツと戦える力が。我実はすごいんだぞ。いや違った、我はすごいんだぞ。検査をやったあの冷たい女もびっくりしてたな。我は波の恩返じゃない、腸が何個もつくとんでもないレアモンだって。
と仏頂面で書類を人の顔に叩きつけてそうな白紙が蝶が何個もなんて言い方しないって。お前なんか持ってるな。確かに少し大げさかもしれませんね。でも白紙が驚いていたのは事実です。黄龍以外の国ではもっと知能が高い恩外も存在していて、人々の生活に関わっていると聞いたことがあります。しかしそれは希少な事例で、私そして生態の研究者である白紙でさえ見たことがありません。もしこの子がその恩外の一種なら、きっと白紙も驚く大発見ということなのでしょう。ってことは、こいつのことが分かれば同じような恩外をもっと見つけられるかも。紀元将軍と白紙が言ってることなら間違いないしね。それになんてったってあんたのことだしな。伝説と同じように体に残響を取り込んじゃうんだもん。こいつと出会ってビューッと体に吸い込めるようになったってそうおかしくないよ。それでお前どこで漂白者に吸収されたかは覚えてるか？そんなの知ったこっちゃ。いやそんなのこいつに聞けばいいじゃん。そこで堂々としてどうすんだよ。でも恩外は召喚された後のことしか記憶できませんよね。だからこの子も。ふん、話のわかるやつがいたな。同じことをあの緑の仏頂面にも聞かれたけど、北楽の原よりも前のことは一切記憶にないんだ。多分こいつの体の中でずっと眠ってたからな。眠ってる間のことは分からなくても仕方ないだろ。眠ってた？あんないろんなことが起きてあんないっぱい戦ってたのに何も聞こえてなかったの？それもあんな長い間？ぐっすり寝すぎだろ。プライバシーは重要だもんな。わかるわかる。安心しろよ、お前の体の中は妙に心地いいんだ。中に入ったら一瞬で眠くなって何も聞こえなくなる。厄介なのはいつ目が覚めて外に出れるのかわからないことだな。それに外に出てもすぐ腹が減って眠くなって、それでまた中に戻っちゃう。やっぱり腹が減ってるのが全ての原因だ。以前急に現れてすぐ消えたのはそれが原因だったのですね。確かに恩外はデバイスのエネルギーが不足していると力を発揮できないことがあります。そっか、いろいろと普通の恩外と違うのかもって思ったけど結局ほとんど一緒なんだね。となると名前もまだないってことだよな。みんながちびっこちびっこって呼んでたからてっきりそれが名前かと思ったよ。名前？何それ？そのものの呼び方、つまりあなたをどう呼ぶかということですね。恩外の場合その特徴や能力をもとに名付けられます。我の名前全然覚えてない。我、名前がない？ダメだ、それは他のやつにはあるのに我だけないのは嫌だ。何がちびっこだ、適当すぎる。お前が言うような特徴も威厳もないじゃないか。そうだ、名前をつけてくれ。
代わりに食べ物を分けて。まあ、もうなかった。じゃあさ、今度うまいものがあれば取っといてやるから、とにかく我に名前をつけてくれないか。名前を？今？そう、今だ。だってお前がシカで、お前はヤンヤンだろ。あとお前は、変な名前。あれ、確か記憶喪失なんだっけ。じゃあこれは、名前がないのは不便ですし、何より新しい名前は新しい人生を歩み始めた証となります。そうそう、お前まとめるのうまいな。お前らは全員名前がある。我もちゃんとした名前が欲しいんだ。もちろん、もっと覇気があって特別ですごく強い感じの名前でも全然いいんだぞ。一度つけられたら一生使う名前なんだぞ。適当につけて後から後悔しても遅いんだ。それもそうか。強くて覇気がある、スーパースペシャルダイナミック音階。絶対嫌だ。なんだその安直なネーミングセンスは。ちびっこと変わんないじゃん。はぁ、スーパースペシャルって変身の時とかのお決まり文句じゃん。じゃあ耳がなんか変で飛べるから、空飛ぶヒーロー、空飛ぶ戦士、空飛ぶ義足。やだやだやだ。お前は何言ってるんだよ。我が求めてるのはな、こうこうこうってなんだよ。私は翼の英雄って呼ばれてすごく嬉しいよ。覇気だってあるし。そうか。とにかく我の名前としては不十分だ。脅迫者がきっといい名前をって、なんか適当すぎない。まさかお前も何も考えてくれないのか。短いし覚えやすいし、あんなスーパーなんとかよりは全然いい。ただあんまり特別感と覇気がないけど。軽い冗談のつもりだったのに、そこまで悩まれるとは。確かに名前は大事だし、ここは別の案を出そう。アブラクサス。え？なんだって？ラとかクとか呪文？あぶ、まあ言いづらい。でも我の名前はこんな感じかなって。うん、決めた。アブはいい。アブに決めた。
せっかく漂白者がつけてくれた新しい名前だからな。まだちょっと慣れないけど。とにかく今から我はアブだ。今度ちびっこなんて言ったら容赦しねえからな。わかったわかった。最初はチビアブの出自をたどって手がかりを探そうって思ったけど、これって結局名前をつけただけだよね。本当に何の手がかりもないの？でももしアブの出自が分かれば何かのヒントになるかもしれないよね。レイン様と妻子を待たなくても漂白者のことをもっと分かるかも。でしたらアブの能力について調べてみませんか？アブは特別な力を持っています。それも名式に抗えるようなとても強力な力です。なのでその能力と現存のデータを対比すればアブのこともわかるはずです。なんであんたはそこで疑うんだよ。現場にいたんじゃないの？じゃあアブの力見せてくれる？正直私も興味津々なんだ。何か大発見になるかも。ははしょうがないな、見せてやろうじゃないか。でもここは屋内でやりづらい。少し移動しないか？これは調子が悪いだけだ。これはたまたまでできないわけじゃないぞ。前は漂白者の前に我は立ってただけ。名式だっけ？あれは勝手に倒れたんだ。つまり何もしてないってこと？そんな言い方ないだろう。言っただろう、我はずっと眠ってて何も知らないって。あの時は急に強くてうまそうな周波数の匂いがして、それがどんどん近づいてきて、だから特に何かしようとしたわけじゃないんだ。ただ外に出てこうバーンって防いで。ということはアブの能力は自分の意思で発動することができない、あるいは何かしら条件が必要ということですか？もしかしてまだうまく扱うことができないとか？一理あるな。漂白者の体外にとどまることもろくにできないし。おい、そこまで言わなくたって。我はただ本調子じゃなかっただけだ。適当に防いだだけであんななんだぞ。本気で戦ったら天変地異が起きちゃうんだぞ。だからこれから危ないって感じた時はおとなしく我の後ろに下がるといい。やる時はちゃんとやるからな。律儀だね。もちろんだ。我はとても強いからな。こいつを守らなきゃダメなんだ。これでまた振り出しに戻りましたね。そうなると残る手がかりは、漂白者に関しては謎ばっかりだからな。なんなら
白紙が戻ったら総理も呼んできて、今週、いや全交流の研究員が一緒にアブをじっくり研究しさせるか。あの冷たい女も同じことを言ってきたが、もちろん却下だ。だってこれからは漂白者と一緒に行動するんだぞ。そうですね、今のアブはいわゆる漂白者さんの切り札です。それにこの子を拘束することは漂白者さんの行動を制限することにもなりますからね。あなたとアブの関係は謎に満ちています。ですがあなたが記憶を取り戻した暁にはおのずとその答えも明らかになるはずです。最初は未来を見通す力を持っている。あなたがレイン様の言葉と最初の予言を聞いて北楽の原へ向かったように、全てはその予言通りに動いています。そして名式が起こした危機が去った今、もう一度レイン様と最初に出会うことができれば、あなたが追い求める全ても明らかになるでしょう。心配しない心配しない、最初ってやつと会って記憶を取り戻すってだけだ。我が一緒にいれば問題ない。しかし未来を見通すか、随分と強そうに聞こえるな。そいつ名前もいい、我に劣らない覇気を感じる。どんなやつなんだ？どこで会える？会いに行くなら客人としてか？だったら何かご馳走があればいいんだけど。最初は私たちを守ってくれる存在、強くて当然だよ。しかしまた食べ物の話か。さっきまであんなに食べてたのに。お前の胃袋は底なしか。仕方ないだろ、お腹空いちゃうんだから。漂白者、聞こえたか今の音。もう腹が減って腹が減って。なあ、この前ヤンヤンとシカと一緒に行ったあの店に行かないか。あの味が恋しい。